ラグビーの東日本トップクラブリーグ一部が今日開幕し、宇都宮ヴォルツは宇都宮市で神奈川の大成ハウジーレッズと対戦しました。一部に昇格した昨シーズンは8チーム中6位だった宇都宮ヴォルツは、今シーズン国内トップのリーグワンの経験者を獲得するなど大型補強を敢行し、優勝を目標に掲げます。宇都宮ヴォルツは試合開始直後の2分、このプレーが反則となり、相手のペナルティーゴールで3点を失います。追う展開となりましたが、相手のゴールライン付近での混戦をフォワードの田中が見逃さず、反撃のトライを決めて逆転。さらにフルバックの大沢がコンバージョンキックも決めてリードを広げます。その後は18分に原田、21分には西村がトライを決めると、キックもすべて成功させて前半を21対3と大幅リードで折り返します。宇都宮ヴォルツは後半も追加点を狙い積極的な攻撃を見せますが、およそ5分が経過したところで大雨と雷の影響で試合が中断。会場に訪れたファンも試合の再開を望みましたが、雷雨が止まなかったことから安全を考慮して試合はそのまま中止となりました。試合は前半のスコアで成立し、宇都宮ヴォルツは白星発進で勝ち点3を獲得しました。リーグ戦は8チームによる1回戦総当たりで、次は今月15日足利市の陸上競技場で昨シーズン2位の神奈川たまり場クラブと対戦します。我々も後半やればもっと点取れたっていう自信はあるので、はい、まあ、こういった終わり方でしたけど、まあ、すごく中身のあったゲームかなと思います。次戦は必勝で、また来週いい準備をして、試合に臨みたいと思います。